さあ、イデアの右京が 1P。竹庵の玄庵が 2P ということで、竹庵は初代に引き続きで玄庵を使っているということですかね。そうですね、これで玄庵も出たんで、キャラクターはあれですね、アースクエイクとワンフー以外全員いたということですね。ああ、そうですね。なるほど。さあ、右京も強キャラと呼ばれている下馬評ではね。玄庵これ 2P から顔色悪いっすね。もう完全に、あれですね、人間じゃないです。そうですね、人としての何かをしてました。化け物ですよ、妖怪ですね、妖怪。妖怪枠。妖怪枠から参戦、竹庵。さあ、ここは将棋で追い返していく。ささめ打ち。ささめ打ち、それやばいんじゃないの。あーっと、よかった。許された。ちょっと許してくれた。つばめ返しジャンプして。おっと、赤くなってる。当たったし。これは、ちょっとひょっとすると竹庵、ささめ打ちだけ出してれば大丈夫って。大切りで落として。飛び込んだ。ガードガード。大液。しっかりガードしている、ゲンアン。飛び込む、あっと飛び込んだ。しゃがみ大切り、余計なことやってくだった。余計なことやってくだった。出さなきゃくだった。オーラバードね、追っ払ったが。大切り、大切り落ちて取り戻したか。おーっと、しゃがみ大切り。入ってしまって、イデア。まずは一方選手。勝ったのに死にそう。勝ったのに死にそう、みたいな。具合悪い、みたいな。2本目、勝戦う前から言い訳作りの設定がされてますからね。さあ、毒斬り。毒斬り、消えないんだ、あれ。グレート無駄、消えませんね、そうですね。冒険ジュニア。今、竹谷、お、消えないんだ、みたいな。言いました、みたいな。さすがに、まあ、そがないと思いますけど。初代より使いやすいな、みたいな。さあ、バックジャンプ、つまめ返して、牽制していく、イデアの右京。大斬り、顔されて、大斬り、さる、いってぇうずらが痛ぇな、今の。ヒットバックで処理落ちがかかるのがいいですよね、サムラスティックね。そうですね、重たい感じがしますね。重い感じがよく出ています。さあ、大斬りで落として。大斬りで、あれは、あの大斬りにキャンセルしてなんか残影権でうんちゃらっていう話がやばいって聞いたんですけどね、やんないですね。ああ、そうですね、やんないですね。まあ、優しいのかもしれません、イデア。大斬りで。そう、大斬りがガードされるとそうなるんだよという感じで、さあ、さあ、竹谷一本取り返す。カオマルの勝ちポーズの真似ですかね、あれはね。3本目。さあ、2本目。朝本目、これで勝負が決まる。怒り爆発中、イデア。ツバメ6連という、非常に使いづらい。お、なんか出てきた。お、なんか出てきた。オーラバードガードさせて、画面端から、脱出はしないのか。そのままいっぱなし。通常技の差し合いが決まった長く。そう、もう投げた。オーラ投げて。掴み投げ。悪魔のボディブローを刺して、毒斬り、刺されて、シャガチュー。バック、おっと後ろにじりじり、うんこテリーをやったところに大斬りが刺さる。で、いかった。おっと落とすやると。落としていく。大斬り。あの対空を舐めちゃいけない。おっと、こう、膝蹴り。投げで。うんこからの膝蹴り。そして毒斬り。大斬りはガードする。大斬り、ガード。もうまた転がして。裏で転がして。あっと、怒ってる。怒ってる。もう怒ってやがる。投げ投げた竹谷どうだろう勝てんのか勝った竹谷一回戦突破おめでとうこれは、イデアの右京を、強キャラが潰されちゃいましたね。なかなか良かったですね。通常投げですよ。あれじゃあ右京いない全部死んだ右京残念全員死亡ですかね。はい、シャルロットが、したら、DDD シャルロット VS6 ハオマルですね。じゃあ、DDD のシャルロット、そして6のハオマル、じゃんけんして席を決めて、始めてくれ。さあ、DDD、シャルロット 1P へ、6ハオマル 2P へ、ここはシャルロットを潰しておきたい、6ハオマル。どのような試合になるか、期待したところ、注目の一戦。いざ尋常に一本目勝負尋常に鉄のパンツシャルロット鉄のパンツシャルロットかそれとも柔道家ハオマルかどっちが勝つんだ大斬り刺さってしまったまだわからない中間距離から技の差し合いあっと柔道家出し投げデンジャラするからデンジャラする投げっぱなし。おお、OK! 大斬り。よく見てる。よく見てる。しかし、ここは投げ返された。DDD も一筋縄ではいかないですからね。レシーブ。レシーブさん刺さって、起き上がり。ガード、刺していく。怒った。
うまいですね、爆星の転がりの使い方がうまい。下がないで当てて、下がないで減らされた。さあ DDD 逃げモードに入るか。これはさあやっちゃった、やっちゃったけど大丈夫だった。中切り、おお、シーザー決めて、ハオホーマル6、ハオマルまず一歩接種、いいですね。まだわからない、強キャラなどというね、誰かが作った価値観など6ハオマルが潰してくれるかもしれません。勝った方が勝ちキャラだよ。勝った方が勝ちキャラでしたね、格闘ゲームの世界は。危ない、通常技ガードしていく。危ない、中切り、中切り乗っ払ってレッシンザー、レッシンザー、レッシンザーの使い方がうまいですね。さあどうする、スピードキャップで裏待て、イカって、そう、イカって大切り、おっと、うまい、最後のフォローでブラッシュを出しておく。熱い駆け引き、距離を保って飛び込む、ディジニーと、シャガチュー、シャガチュー、ダッシュ、シャガチュー、シャガチュー、シャガチューかな今のね。お、怖い、大切りが当たる。体力は DDD 有事の残りタイムはまだたっぷりある、たっぷりあるよ。さあ DDD 体力的には有利な状況、大切り、大切り勝ったところに、そしてしゃがみ台が入って DDD 一歩取り返す。いやー、じりっとしたサムライスピリッツですね、素晴らしい。強キャラと呼ばれるシャルロット、一体でも崩しておきたいところ。飛び込むが食らっちゃった、食らっちゃった、思ったより減ってない、うん、そうっすね。あっと、うまいよ、シャガチュー4で垂直ジャンプ大切り、しかししっかり6ハオマルガードして、そうだ、ミスって、ピヨった、ピヨったけど、どうすんの、しゃがみ台から高月さん、高月さん、いいね、高月さん、高月さん勝ったのは6ハオマル、お見事、いやー素晴らしい、見事。ダイアグラムなどというのは人が作ったルールでやると、強キャラ大事、お見事。さあ同じくシャルロットですね、上北小まりシャルロットと田中、お、田中さんの牙神、田中牙神がシャルロットを倒せるかどうか期待したいと。おシャルいなくなるかいなくならないかのあれですからね。そうですね、重要な試合になりそうですね。残ってるのがオアピー、ジューベイと森下さん、ガルフォード、そうですね、にククルスドアン、ナイトハード・ゼイガーに竹谷、ゲンアン、はい。さあ、田中中米が 1P、スーピーが小マリさんのシャルロット。さあ、イアンメイヘン潰し、できるのか、期待したいところ。源次郎、まず後ろ下がって。後ろ下がるところスタートして。大切り、刺さっちゃう。一瞬の助けついて、3連鎖と狙いに行くも、バッタで逃げていく。小マリシャルロット。いいですね、トライスラッシュ、ザキエル、避けて、一つ、二つ、広司課長、あ、入らない、一つ、二つと、そうですね、途中で止めて、勝ってる、危ない、食らっちゃった、食らっちゃった、いいな、今ヘッド、飛び飛ぶって、飛び込まれて、ピヨった、ピヨってしまって、まずはコウマリのシャルロット、強さを見せつける、シャルロット、いやいやいや、3連殺の使い方は素晴らしいですね。2本目頑張ってほしい、田中牙神源氏。怒ってるよ。怒ってる。一つ二つと。今日ついてる。一つ。お。オライ。ジャンプで受けて。痛い切り。で。しかし三連殺。途中まで。しゃがみ台。ガードして。一緒に下がる。田中源氏の。次に刺さる。いやー、こう、あその硬直が怖いですね。三連殺。これは。ついなぁ。さあ近寄れない、飛び込んでくる、ホーマリシャルロット飛び込む、おっぱらって、おっぱらって、サーメンタス重ねていく、もう一度、どうぞ。さあしかし今あっと、シャルロット入らず、サイク決まんなかった、まだわかんない、しゃがみしょうから一回怒ったよ。でも昭和者さんでサーメンタス3発目は倒される、すげえいい試合。さあ、飛び込み投げて。あっと、呼ばれて、大切り入って、小針シャルロット、お見事、シャルロット。いやー、いい試合でしたね。シャルロット、田中さんの源次郎、惜しかったですね。ベスト4にシャルロット残りましたね。さあ、シャルが残ってしまった。したら、オアピーさんの竹雄と森下ガルフォーですね。じゃあ、オアピーさんと、
森下さんのガルフォードじゃんけんして席を決めてください。さあ森下ガルフォードがツピ側へ、オアピーナコルルワンピーへ、あオアピー10名だ、ごめんなさい、オアピー10名ワンピー、オアピーさんはさっき当て身の押しどころがうまかったですね。ここはガルフォード犬使いとして竹を倒せるかどうか、足払いからスタートで飛び込む、下入りは読まれるもん、地上で技を重ねていこうぞと。そして上り台切りはあれもジャンプ逃げるんだろう的な感じで置いてるんです ね。先に置いてる感じ。まあさすが森下さん、その辺の駆け引きうまいですね。おっと飛び道が当たっちゃった、あっそう、あっそう、刺さる、もう一丁襲撃、スイゲスト猛ダッシュの厚みに置いておく、いいね、打っといて、おっとスイゲスト食らってしまって、まずはオアピー一本選手、野球銃でハイレベルな戦いになってきた感じがしますが、どうなんでしょうか。2本目出してつける、放送禁止ゾーンを切って足を転ばして一回任せる、ジャンプ攻撃スタートして足払い、足払いから大足払い、うまいうまいですね。さあ犬挟んで水月層はバグセで受ける、主義に大足払い工作する、飛び込んで登りがやつ変わったのは森下、ここは投げていく、危ねえジャンプ中出して近づいた、大切り、しかしここはガード、おお。シータケオの昇竜拳しっかり決まっていく、おっと外したが怒ってた、残念、ここで怒るかね、ガルフォード残りであれば少ない、落ち着いてるシータケオ、犬ガードしてジャンプしたところ刺さる、足から挟んで通常投げ、あと9秒逃げるところ、よく今シーランがあるしたね、おっと足まで刺さって、そして今結構森下さんあれですよね、勝ち格だったら怒ってしまった線逃したりとか危なかったですよね、なんとか取り返しましたね、取り返した、さすがですね森下さん、自力の1-1自力をあるところ見せてくれましたね。さあ放送禁止ゾーンをまず切り裂いて見えやすくしていて、足場に挟んでゴーパーティーと、ゴーパーティーとジャンプした大切り、そして投げていく、シイタケを足払い連打から中切りいる、おっと絶水月ソード、水月ソーキャンセル出していく、まあさすがに当たらなかった、もう一度ガード、まあ削りのあれですかね、狙いですかね、削れないのかこのゲーム、中切りおうめえ、ラーして竹尾の勝利点、足払い、ダーニー中切り、中切り刺さって、オカピー10名、オアピーさんの10名が、決勝進出、決勝進出、ね、決勝進出、ごめんなさい。はい、したら、ククルス・ワタ君のナイトアイドル・ジーガーと、竹谷・ゲンアンですね。はい、じゃあ、ワタさんと、竹谷・ジャンケンして、席を決めてください。ここ、右下はこれ、色物枠ですね。そうですね。色物枠。ニコチンとジーガーと。あ、そうですね。なんか、右下に色物寄りましたね、割とね。ワンピガー、タケアンのゲンアン、ツーピガワ、ワタくんの、シゲル、準備ができたら試合を始めてくれ。さあ、色物枠。どっちが最強の色物か決めたいところ。まずはゲンアン。技を刻んでいく。おっぱらって半端の間合いからの削って。削りは強いですね。さあ、毒斬り。跳ね返す。跳ね返して。毒、霧を跳ね返す。霧を跳ね返す。いいですね。精霊使いですよ。いいわ。さあ、ここはスライディングから。読まれて。通常技で返していくのは、だけど、おっと、調子。読まれて、ジャンプで避けられた。で、シャガショーで、シャガショーで勝つ。削りはガード毒入り毒おーめ跳ね返さしてジャンプ攻撃ショースライディングショーチクリチクリとチクチク攻撃ですね、竹谷の出し投げ膝地獄から膝地獄から毒入り、あー自分の毒入り乗っちゃった、
さあどうする、もうちょい使ったところカウンターで、バタしてドッグフィッグ号からのチャランボー、キックボクサー守る、キックボクサー守る、シゲルを締め上げる、見事水野からのキャラボで、しかも子供生まれた背中から。背中からなんか出てきた。キックボクサー守る。おっと、守る大切り、大切り、大切り2連射。もう1回、そして将棋挟んで。危ない。あゆ、で、消費と、あゆして、怒ってるのはジーガー。ジーガーも消費。で、削り。これ、なんか、たったり、あのゲーマーの将棋に対してズイガーは結構やることなさそうな感じ、割と結構ね辛そうな感じがしますが、ザッコはだいぶね追い返す、チクリチクリとチクリチクリとだけやん、じっくり自分の試合をしてる感じ、ダーッと一気に守る、一気に守る、守る守るに守るみたいな、シャガーショックさんね後ろに当たる、ローリー叩く、今のはずるいよ私はラバーメンであるみたいなね。おっと、痛いって売り切れなかった、売り切れなかった、準決勝進出、お見事。ああ、今、あれですね、起き上がりに削りんだとか、ちょうど、怒って無敵でしたね。怒って無敵で刺さっちゃったみたいな感じで。色子の枠に残ったのは、守る。守るだけは守るですね。だけは守るですね。さあ、ハオーマルとシャルロット。で、ジューベイと守る。そうですね、まあ、バラ受けた準決勝ですね。ベスト4はそのキャラで。さあ、じゃあ、準決勝。6、3、ハオーマル対、神北小丸、シャルロット。じゃんけんして席を決めてくれ。さあ、6、ハオーマル、辛い戦いが続く。またも相手はシャルロット。そうですね、これ結構しんどいですね。しんどい戦い、2連チャンあるのか。それとも、頑張ってほしいとかですよね。頑張ってほしいですけどね。しかも、でも、小丸さんのシャルロットも相当読み強いんでね。これは自力が試されるな。ダイアグラムとかキャラ相性とかは俺が決めるぐらいの勢いで、やっぱ勝ってほしいですよね。むしろ俺なんで、みたいな感じで。そうです。格闘ゲームは無償です。勝った方が強いキャラ。時の扉方式に行ってほしいですね。大キック。と、シャガチュー、ハッシューが入って。ハオーマルが体力減らされている状況。ジャンプショー、入れていく。コーマリシャルロット、攻めていきますね、ずいぶん。バッタシャルロット。で、投げは返されて。投げられた。で、ビクリ。入って、ビクリでも返していく。まだわかんないよ。出して近づくと、ぶっ放したけど。コーマリシャルロットの攻撃が待っていた。まずコーマリシャルロット。一歩接種。またはくぐって、くぐって、下入れて、前斜め下に、しゃがみ中切りやって、角の、振り返りでコマンド整理しちゃいましたね。そうですね、残念。転がって、投げに行ったところ、大切りが回っている。そして、飛び道具、ソロで重ねて、診断は、ジャンプ切りで返していく。ジャンプ切り。どうだ、大切り落とされて。キャンセル、飛び道具。肉。自分で取っちゃえ。そう、名前だけど。あ、外だぎり。で、投げて。着地やね。デンジャラするから。デンジャラするから。危ない。で、垂直で落とされ。判定スレーダーの技。で、焦げた。落とした。落としていく。昇竜拳。足場に挟んで。で、ダッシュ投げ呼ばれて。待ってたな、小針の大ぎり。お見事。決勝進出。サルロット。お見事。いやー、熱いですね。決勝戦はシャルロットということに決まりましたね。やはり片側はシャルロットが上がってきた。はい、したら、じゃあこちら右側ですね。オワピーさんの竹尾と、竹谷の守ですね。さあ。竹尾対守。竹尾か。実在の人間が勝つのか、架空の人間が勝つのか。少年ジャンプが勝つのか、実在の人間が勝つのか。期待したいところ。守る 2P ですね。守が 2P、竹谷。ワンピーが、オアピーさんのチータケヨ。さあ、始まった。ドフギリ、置いてあった。バルキンだよと言わんばかりにチャランボ。守るから守るが。守るからの、ドフギリ。ショーギリ挟んで、バグ攻め、フルトル、タケヤ。と、ノーボリー、ギリ落として。落として。危ない。ショーカウントはバレていた。大切りからローリングは削っただけだけど反撃食らう。ダッシュ投げミスって発想葉っぱも刺さっちゃう。
大喜利が置いてあるが、当て身、シャガチュウ。シャガチュウだった。じりりじりりと。そう、竹谷、これはじりじり、いつものパターンに追い込むか。して、危ない。そうそうそう、おっと、今、髪の毛が待っていた。危ない。じりじりと、技を追っていく竹谷。結構やっぱあれに対して厳重、厳重じゃねえや。さあ、発信してくるところに、置いてあった。置いてあった。まず一本選手は竹谷の守る。いやあれ、うとしいですね。玄関ってあの、ぐるぐるぶっ刺す投げてなくなったんですか？あったような気がするけどな。ちょっと忘れちゃいました。でも精神的ダメージは守るのが高いですね。守るのが高いですね。やはり守るを積極的に使っていきたいところ。ショーパンサーで。さあ、足場で。探すか、スイゲスト。スイゲスト、重ねていく。ダッシュ守る。ダッシュ守る。ダッシュ守る。入っていく。距離詰める。中切り入って。ダッシュ。ダッシュ、投げがミスって。そう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 。そうそうそう。返したいところ。だったら返せるんじゃねえみたいな感じで、もりっとスライディングでいって。なんでさっきやったの、中切り入ってたよ、みたいなね。なぜか勝っているだけや。で、J3 ゲストだと。また。で、シャガチュー入って。あ、でも、これでシャガチューで分かんなくなりましたね。さあ、出し投げ狙うも、返される。大切りも、返される。勝利受け素晴らしい。おわぴー、なんとか一歩取り返す。竹賞入りましたね、竹賞入りました。ちいちい勝利受け入りました。よかった。3本目。勝さあ、3本目。怒っているのは守る。将棋で挟んで。おっと、将棋入って、中に入って、思ったより減ってない。サムは武器が壊れちゃう。補充されるまでは武器が売り切れ。どうする？入ってしまった。チクッと、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 削り攻撃。おっと、武器になって。武器が再入荷。危ない。で、スイゲスト。で、ダッシュ投げはできなかった。よく見ていた。さあ、体力的に有利なのタケヤン。しかし、これ、オアピーさん分かんないですからね。おっと、登り中切りやすい。で、ダッシュ投げは、ダッシュ、そこから守る。まさかの守る。で、毒斬り。しかし、中切りで、読んでいた。で、殺しちゃうと、怒っているゲンヤン。で、守る。ダッシュ、突っ張りして、シャガチュー、水月連続技。連続技、繋がった。まだ分かんない。中切り、当てて、中切り。刻んでいくのは守る。あったまだ生きてる。どうなんだ、ダブルゲーよ。あ、死んでる。なんか。勝ったのどっち、これで引き分け、おい、おい、引き分け。正直墓場から、まさかの。まさかの、愛知。正直墓場から、まさかの復帰。まさかの。何も分かっただろう。マップ出すから。マップ出すからよ。正直墓場から、死んだけよが蘇った。本当の小さけも蘇ってくれ。いや、今のはやばいっすね。マップダスになったのに。責任者出てこい。マップダスから引き返してやべえ。あいつも死んでんじゃん、みたいな感じ。今のはやばかったよ。ぶつけちゃえ、みたいな。とか、なんとか言ってるうちに。竹谷が、ピチピチ。あー、竹谷やばい。守る最後まで諦めない。守るから。ショーパンさんで。これは、あと、いいですね、助けてくれて。あと、ちょっとし。どうする？これ、チーの昇竜拳で削り殺されるのは怖いかな。ああ、思わずいいです、そうで。ジョージアがわかるように返ったオアピーが決勝進出を得るぞ。やっぱ、あいつね、聞いてくればよろしく、一回死んだけど強いですからね。一回死んだけど強いですからね。まさかね、あれ、マップ出すんだって、相打ちはねえだろう。いや。これ、審査でだけかな、いや、名シーンを今日は見れてたですね。かなりのレアシーンです。素晴らしいですね。死んでますからね。まさかの超人墓場システムが、審査部にあるとは思いましたね。びっくりしました。びっくりしましたね。きっと、地獄で。さあ、じゃあ、決勝戦、審査部ライスプリンス、22人の中の頂点ですが、どっち？コバ、神木とコバリ、シャルロット、VS、超人墓場です。じゃあ、コマリのシャルロットと、オアピーの、これはあれですよ。じゃんけんして選挙決めるんだ。一遍死んだことある人間に対して、そうですよ。ねえ、まだ無敗、無傷の人間。どっちが勝つのか。死んだ経験ある人間強いぞ。じゃあ、コマリさんと。はい、じゃあ、じゃんけんで、ワンピースピー。じゃんけん、じ
じゃんけんして選挙決めてくださいね。いやー、今のナボルケルローは、すごいですね。さあ、ミスター無敗のコマリが勝つのか、それとも一回自分でしたコーピーのチータケが勝つのか、これは、期待できそうだ。期待できますね。超人墓場経験済みですからね。第1回、新サムライスピリッツ、決勝戦始めたいと思います。あと、筋肉マンの人は一回超人墓場行ってますから、ね。あ、前ですからね。超人墓場行ってるキャラクターは強いっていうのを証明してほしいです。これはちょっとシャルロット大使、期待ができるかもしれませんね。そうですね。これまさかのね、超人墓場から舞い戻すとしたら終わっていい。まあ、ギャグですからね。ギャグだよね。とは止まれて、シャガチュー食らっちゃって。危ない危ない。いやー、攻めても守っても強いシャルロット。当て身は取れなかった。取れなかった。今当て身狙ってましたね。垂直すぎで、それで投げて。で、スイゲソー。で、ちょっと上りちぎり。そして投げ。で、回りを取り直して、スイゲソーで一発削って。あ、いや、てぇーそれなんだみたいな感じ。しかも怒ってるシャルロット。怒っているときは攻撃力が上がってしまうのがサムライスピリッツのね、システムですからね。クイ。おお、勝った死ぬか死ぬか勝った超人墓場の威力だよ、これが。死んだか、これが超人墓場の威力。まず、ホッピー、一歩選手タケオ、ワーピーさんのタケオが盛り上げる盛り上げる。盛り上げる盛り上げる。俺盛り上がんなかったら嘘だろ。これはやはりチータケオのために戦い。そうですよ、これやばいっすね。やばいっすね。こんなの、だって、今だっている人間、一通りの人間があの真っ二つからの相打ちは大喜びしましたよね。あ、どうなるんだろうって思ってたら。相打ち。相打ち。それねえだろ、みたいな。地面から生えてきましたからね。さあ、昇竜拳。で、昇竜拳と。これはちょっと勢いに乗ってる感あるんじゃないの？どう立ち上げ、冷静に。ここぶっ潰しておかないと、まずい感じ。そうですね、ゲストーと。ゲストされて。上り中切りだ、落ちて。どう中切りで落としていく。どうおっと、どうする勝ったのは、うん、これまた、おっと、相打ちではなかった。いや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 、そうはさせねえぞと、ここで勢いをしっかりと。もう一回、調子なんか送ってやるよと。コーマリーのシャルロットが一本取り返す。さあ、1-1。まだわかんない。どっちが勝つのか全く予測不能。まずは、放送禁止ゾーンを破壊して。放送禁止ゾーンを破壊して、超人墓場からの大キック。かっこいいですね。すげえ、冷静に。冷静ですね。怒り挟んで、落とされちゃうの。そう、飛び切り早めに出しての、あ、大切り行ってーと、これはさすがに、これは今度こそ死ぬか。どうなんだ、ジャンプキック当たっちゃう。投げーで、まだ生きてる。まだ生きてる。しかし勝ったのは食らって、終わりのシャルロット、おめでとう。いやー、盛り上がりましたね、非常に。ワッピーさん、最後まで熱かったですね。ありがとうございます。今回、まあ、いろんなかなり熱い試合いっぱいありましたけど、やっぱりベストバウターは今優勝した上北小丸さんには申し訳ないですけど、やっぱ竹谷さん、竹谷さん、ワッピーさんの一回死んだついたけど、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。優勝ですね、優勝した、じゃあ、ワッピーさん、一言いただいてよろしいですか。またやってください。はい、小丸さん。このゲーム大好きなんで、はい、何度でも参加します。はい。挑戦待ってます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。さあ、今、どうも優勝商品ですね。優勝商品を用意しましたので、少々お待ちください。参加22人。で、全部で21試合。かなり熱い試合多かったですね。で、もう、しょっぱなからのあれですよね。死にかけさんとみーちゃんの竹尾対レイコも相当熱かったですし、熱い試合が多かった中、まあ、今、決勝のね、一本目も、一本目ラウンドにも、結構今、ゴアピーさんの竹尾は頑張っていたんですが、小丸さんがしっかり踏ん張って、まあ、結果を出しましたが、いや、竹屋が美味しいね。マジで。新サムの一番うまい人に、はい、Windows 版の、Windows 版の、Windows 95版、新サムのスピース、今動かす環境あんのか、このゲーム。そして、みーちゃんさんからもらったアイヌの、お守りです。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、新サムライスピリッツ、参加22人、頂点立ったのは上北小丸、シャルロット。ということで、シャルロットが下馬評通り強かったね。なので、次回、また来月以降も新サム大会やりたいと思いますんで、なんとしてでも小丸さんのシャルロットをぶっ殺して、強さを見せつけてほしいかなと思います。日程等は決まりましたらまたお知らせしますので、チェックの方よろしくお願いします。じゃあ、サムライ対戦2013第2種目、新サム大会以上終了です。ありがとうございました。